も早速リクエストに答えていきたいと思います。本日の動画は狼子供の雨と雪実写化、花のお稲荷焼き鳥です。皆さん映画見ましたか？もうね、超切なくてね、もう胸がキューみたいなね、ギューみたいな、胸がギューみたいな感じになるんですけども、まあ、どういった映画かっていうと、普通の女の子と狼男が結婚するんですよ。で、そこに狼人間と普通の人間のこのハーフが生まれるわけですよ。で、ある日旦那さんの狼男が何らかの事故で死んでしまって、その嫁さんの目の前でね、ゴミ収集車にぶち込まれるってシーンがあるんですよ。シーンじゃねえよ、今。シーンがあるんですけども、どうしますか皆さん、目の前で好きな人、愛した人がゴミ収集車にぶち込まれたら、もう発狂しますよね。いや、これじゃ喜んでるみたいだな。わーってなりますよね。で、その後、嫁さんの花っていう子が子供二人をね、一人で育てるっていうね、愛と成長の物語なんですけども、今日はその作中に出てくる、花の作る、おいだれ焼き鳥を作っていきたいと思います。はい、ということで今回使う材料はこちらだ。女性の術！お前じゃねえ。お前最近出番多いからってお前調子乗んなよ。まあ、材料は作りながらでいっか。ということで早速、やっていこう。はい、では早速やっていきましょう。俺実はお前に言わなきゃいけないことがある。大丈夫だよ、言って。私ちゃんと全部受け止めるから。俺実は狼男なんだ。おい、何がおかしいんだよ。俺冗談で言ってるんじゃねえんだぞ。知ってたよ。え、知っててそばにいたの。だからちゃんと受け入れるよ。お前、いやーよかった。俺狼男だからさ、首から下の毛めっちゃ濃いの。小中高とあだ名がアウストラロピテクス。もう下半身に至ってはもうこんな感じで体押しが乗ってるみたいなんだよ。いや、そんな俺を受け入れてくれなんて本当にありがとうな。ううん、無理。はい、まずは秘伝のタレから作っていきましょう。まずは酒、醤油、ポン酢を1対1対1でね、50cc ずつ入れます。まあこんな感じですね。続いてズル向けにしたリンゴと玉ねぎ半玉をすりつぶしていきます。てか玉ねぎってさ、切らずにさ、すってもさ、涙めっちゃ出てくんだけど。くそー。はい、全部すり終えたらさっきの合わせ調味料と一緒に鍋で煮ていきます。はい、沸騰してから数分煮詰めましょう。はい、数分煮詰めたらね、火を止めて冷ましておきましょう。はい、この間にね、焼き鳥を作っていきます。はい、鶏のもも肉、パプリカ、ピーマンをね、全部一口大に切っていきましょう。はい、このようにね、全部一口サイズに切ったら串に刺していきましょう。はい、このようにね、肉野菜肉野菜肉野菜みたいな感じですね。男女みたいな感じですね。はい、焼く前に塩コショウをかけてあげましょう。いよいよ網で焼いていきます。わーい、果たしてこれで焼けるのか。焼き鳥やってこんな気分なのかな。なんかずっとこう串を見てるじゃないですか。なんかこうずっと好きな子を見てるみたいな。正解。はい、ということでいい感じに焼けたんでね、お皿に持っていきましょう。はい、最後に縦長のコップにこちらのタレを入れていきましょう。はい、ということで完成です。花の作ったおいだれ焼き鳥です。見てください、この照り輝く焼き鳥を。この照りとね、焼き具合はね、もう網じゃなきゃ出ないですよね。うまそう。そしてこの特製ソースにぶち込んで食べるわけですね。はい、ということで早速いただきます。はい、この熱々の焼き鳥をここにぶち込んで、こうたっぷりつけてね。うわー、すごい、うまそう。いただきます。うわやばい、これはめっちゃうまい。このタレやばい。この塩味の効いた焼き鳥がこの甘酸っぱいっていうのか甘じょっぱいっていうのかね、わかんねえ。すげえ、ソースにつけると本当ね、なんか特別な味になる。もうつけまくってそしてこのタレの中に入ってるこのおろしたリンゴと玉ねぎ、これがね、めちゃめちゃまとわりついてね、もうすげえジューシーになるの。お肉がたっぷりつけて、めちゃめちゃ仕事疲れて帰ってきて、彼女とか奥さんがこれ作って待ってたらね、もうマジで癒しになるよ。それぐらいうまい。酒ねえからコーラで我慢するしかねえよ。極上のタレにたっぷり漬け込んで、うわー、みんなはこの動画を何時に見てるんだろうな。飯テロになっちゃうのかな、なっちゃうんだろうな。ラスト一口、うまーべらす。はい、ということで完食でーす。いや、これはね、狼男も惚れますよ。もう本当に今まで食った焼き鳥の中で一番うまい。もうタレとか塩とかそういう概念じゃないのよ。もうこのソースがめちゃめちゃうまい。試せばわかるから、みんなもぜひ作って食べて
べてみてください。はい、ということでまだまだ実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ということでまた会いましょう。またね。てか俺髪染めたんだけど、どう？似合うかな？あとね、料理動画多いと思うかもしんないけど、料理動画の方が伸びるんだよ。ちょっとね、しばらく料理縛りでいこうかなみたいなのありますね。みんなどんどんリクエストしてくれよな。またね。